皆さんこんにちは、しょうけんママです。今日はタケノコでメンマを作ります。ご飯のおかずやお弁当、お酒のおつまみにも最高に美味しいです。もちろんラーメンにのせても美味しいです。保存も効くので、ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まずタケノコですね。これ茹でた、お家でこれ茹でたねタケノコです。これね 400g くらいあります。タケノコのね茹で方の動画もあるので、よろしければご覧になってみてください。調味料の方です。まずお水が 300cc、 醤油が大さじ 1.5、 お酒も大さじ 1.5、 お砂糖が大さじ1、みりんも大さじ1、それからオイスターソースも大さじ1、それからガラスープの素ですね、これが小さじ1、それから鷹の爪ですね、これお好みで鷹の爪の輪切りです。これだいたい小さじ2分の1くらいなんですが、これお好みでね調整してみてください。なくてもいいです。あとごま油が小さじ2ほど必要になります。材料は以上です。はい、まずねこのゆでたけのこですね、これを切っていきます。これねまずね半分に切ります。ね、お水がこんなに出ましたね。そしてね穂先の方は柔らかいので、これくし切りにしていきます。そうですね、このぐらいにしましょうか。こんな感じにね切っていきます。それからね、この下の部分はね、そうですね、これも好みなんですけれども、そうですね、今日このぐらい 3、4 センチのね、で、厚さはそうですね、3ミリから5ミリぐらいでしょうかね。こんな感じに切って、私はね、これをね、短冊切りにね、してきますね。これね、お好みでね、この大きさ大きくてもいいですし、今日はそうですね、これ1センチ弱ぐらいでしょうかね、に切っていきます。はい、こんな感じにね、お好きな大きさに切ったら、ちょっとお水でね、ちょっとぬかとかがね、この間に入っていたりするので、ね、もう一回お水でよく洗ってきました。そしたらね、もうあとは調味料を入れて煮ていくだけです。じゃあね、ここで、まずお鍋にお水を 300cc 入れます。そして調味料も全部ごま油以外ね全部入れてしまいます。はい、そしたらねこれを火にかけていきます。はい、じゃあね、調味料とね、全部お水も入れたので、火にかけていきます。そしてよく水気を切ったタケノコもね、全部入れてしまいます。これね、切り方はね、お好きな大きさとか太さでいいです。はい。そしてね、ここでもタカの爪も入れてしまいます。そしたら沸騰するまでは強火で煮て、沸騰したらね中火ぐらいにして水分がなくなるまで煮ていきます。ごま油がね最後に入れます。じゃあねしばらくこうやって煮ていきます。はい、このようにね沸騰してきたら火を中火ぐらいにします。そしてね落とし蓋をしますね。はい、これで水分がねなくなるまで煮ていきます。じゃあねしばらく煮ていきます。はい、こんな感じにね、もう水分がほとんどね、なくなるまでね、煮詰めました。ちょっと取りますね。はい、こんな感じです。このぐらいね、あと残っています。そしたらちょっと軽く混ぜて、最後にね、ごま油を入れます。ごま油をそうですね、小さじ2ほど入れますね。はい。そして軽く混ぜます。はい、もうね水分がほとんどありません。こんな感じですね。そしたらもうね出来上がりなので火を止めます。
それではね、出来上がったので盛り付けたいと思います。とっても美味しそうです。はい、こんな感じでね、盛り付けてみました。これでタケノコのメンマの出来上がりです。とってもね、美味しそうにできました。そしてね、これね、お好みでね、食べるときにこのね、ラー油なんかをね、こうちょっとかけて、そしてね、こういただいてもね、ちょっとね、辛いのがお好きな人はとてもお酒のおつまみとかにね、美味しいのでね、そうやって食べてみてください。お子様にはね、こういった鷹の爪とかね、ラー油はね、なくて作っていただいて結構です。それからですね、これね、保存はですね、こういったね、清潔なこういったタッパーとか瓶などにこう全部入れて、はい、まだちょっと温かいですがね、そして冷めたらこれで蓋をして、冷蔵庫でだいたい1週間くらいね、保存できます。それからたくさん作ったら冷凍もできます。冷凍はね、密閉袋なんかにピタッと空気を抜いて入れて、冷凍しておくと1ヶ月ぐらいは食べられます。食べる時にはね、冷蔵庫に戻して自然解凍してから食べてみてください。はい、これでね、出来上がりました。じゃあ後でいただいてみたいと思います。はい、それではね、出来上がったのでいただいてみたいと思います。はい、こんな感じにとっても美味しそうにできました。今日はね、ちょっとラー油をね、かけてみました。じゃあいただきます。じゃあちょっと穂先の方からね。はい、こんな感じです。じゃあいただきます。うん、やはりね、穂先の方はとても柔らかくて美味しいです。これでね、お家で生のタケノコをね、お家で茹でたタケノコなのでね、さらにね、柔らかくて美味しいです。これね、切り方はもうちょっと薄くしてもいいですし、お好きな大きさに切ってみてください。ちょっとね、ラー油をかけてピリッとしていてね、本当にこれお酒のおつまみとか、あとね、もちろんラーメンにのせたりとか、あと刻んでね、チャーハンにしたり、いろいろにね、使えるのでね、ぜひね、保存もね、1週間くらい冷蔵庫で持ちますし、冷凍すれば1ヶ月ぐらい持つので、ぜひね、これタケノコがね、たくさんあったらね、こうやってメンマにしてね、置くとお弁当のおかずになんかもいいと思います。とっても美味しくできました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。他にもね、タケノコの茹で方やタケノコご飯などのレシピの動画もあるので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧になってみてください。それでは皆様、お元気で、また次の動画でお会いしましょう。しょけんママでした。